こんにちは、辻の子です。今日は5月22日バチドレセンター、今日も行きましょう。さあ今日はね、ニャビー、モクロと来たらもちろん足まり行きましょう。僕がムーンで選んだポケモンですね。ところでムーンの色違いってめっちゃ出ないね。今次の動画のために頑張ってるけどマジで出ねえ色違い。さあこの台は財産が教えてくれてますね。行きましょう。まずはね、右側をきれいにしたいので雫雲を打って生拳を落とす。いきます。はい、どうだ。よし、いいぞ。ここでね、生拳が残ってしまうと非常に大変なので注意した方がいいですね。ここは歯車を打つと弱足にね当たって、どっちにしろ落ちないで終わってしまうので、しっかりね弱足を取っていきます。これで歯車だけが残りました。あとはねピンポイントで打てば多分うまくいくはず。はい、生コグムシ、しずぐもと弱しゲット。おしゃれプレイは練習台の後で。今日の練習キャッチャーはメテの台ですね。ドットのポケモンバッチも来週で完結。最後はウルトラビースタたちっすよ。じゃあ練習スタート。ラストの寝台のヒントが来ましたね。今やっぱりポケモン出すんだ。さあメテの台はヨーメンくん、ペーパーカービィさん、そして財産が教えてくれてますね。みんな初手が一緒。この青いこのね真ん中のメテのドンピシャで掴む感じいきます。はい、どうでしょう。グイーっと、うん、いいよ。次は出っ張ってるメテのを押し込んで掴んでいきましょう。押し込んで他を掴んでいく。いけ、弾け、よし、3手コンプの形が出来上がりましたね。成功だ。よし、やべえ、また唐揚げくんに見えてきた。色といい形といい唐揚げくんでしょ、どう見ても。さあ3手コンプですね。いきましょう。もう一度ドンピシャつかみ。はいよ、どうだ。ほう、悪くないね。こうなったらどこ掴んだらいいんだろう。やっぱりここぐらいにやって弾いて1枚残れば成功。おーし、いいね。3手コンプの形うまくいくね。本番でもうまくいくといいな。15枚、さあカモン、当たってもいいんだよ、当たってもいいんだよ。ほい、おお、2プレイ無料。きたきた。さてあとはしっかりと歯車を打っていくだけ。はいよ、打つ、コロコロコロっと。よし、オッケー。おしゃまりが入ってましたね。次アシレーヌいくよ。見せてあげよ、ラピュタのイカズチを。はい、どうだ、いけ、よっしゃ、いった。綺麗に4手コンプが決まりました。いっせ、また今あんとこノーミス。はい、アシレーヌにおしゃまり、弱足とかでゲットですね。鬼しずぐもも、おしゃれプレイもいっちゃうよ。さてメテの台いきましょうか。練習通りうまくいくかな。青をドンピシャで掴む。あれ、なにこれ、あれまあまあ大丈夫大丈夫。ここはオレンジを押し込んで弾いて、なにこれ、あれあれあんだけ練習で成功したのに、あれおかしいぞ。弾いてポン、やっべ、よかった、手数余ってて。あんだけ3手コンプ成功してたのにどうしちゃった。はい、滑らせて、うわ、いかねえ。5手コンプでしたね。これはちょっと失敗したくねえ、絶対に。5手かかっちゃいました。本番ではなんでこんな難しいんだ。おかしいぞ。
完璧プレイは今日は継続ならずでしたな。わー怖っ、もうヒヤッとするわあそこ。でもぴったりゲットできてよかったです。はい、今日はコンペイトみたいな、あ、コンペイト食いたくなってきた。甘くて美味しいんでね、メテのゲット。お得意さんバッジは4ゲット。よし、お得意さんバッジこれでコンプト。はい、それじゃあ今日のミーバスコーナー行ってみましょう。超リアル系いけばな、何理由すかね。っていうかちょっと生臭いんすけど、ちょっとグロ系入ってるすかこれ。生じゃん全部。全部生物。これはモンハンのバッジかなこれ。クール。判定クール出てるけど、アシュリー様から9999種類達成記念のデコらしいっすよ。いつもあざーす。おーすごい。48種類のお得意さんバッジには自分が名前を付けさせてもらったっす。お、バイトくんの中の人が付けたのかな。はい、昨日のねワニとバイトくん、あの白ウサギになるやつと思ったら、そうだ、コメントで教えてもらったけどワニじゃなくてサメのお話でしたね。もうすっかり忘れてた。そしてバナナとワニはバナナワニ園みたいなのがあるんだね。まあ熱帯地方だからそういう風なテーマパークがあるってことなのかな。全然知らなかった。とやっぱ遠い地方の話題だから全く存在を知らなかったな。はい、今日は練習台でね、メテの台やってサンテコンプの形が2回成功したので、お、これは楽勝だと思ったけど、本番でねぴったり5手、初手からね動きがやっぱ違って、打った場所ねほとんど一緒だと思うんだけどな、ちょっと左寄りで打ってね、ほぼ同じだったんだけど展開はね変わってしまうので、やっぱり難しいなと思いました。そして足連台の方はね、冒険せずにしっかりとね、スティック打っていって4手コンプといい形取れたんじゃないかなと思います。ということでまた明日もね楽しくバッチ取っていこうと思うんで、よかったらまた明日も見てください。それじゃあ土の子でした。